勝手にするから、あんまり。癖やから、表現の間、嫌やねん。表現やねん。
ったのはい、せええ基本交番にそうです最近入りました。はい、あそうですか。基本どうですか。まあ基本、まあ、この京都というか基本ね、ちょっと接続ましいし、で赤ちゃんが泣くねこの街よしってあるな、この街は結構あるいや、ね、人が多くて活気がありますね。あ、まあ、そうですか。いや、もともとね、はい、僕は兵庫県で兵庫県兵庫なんですよ。兵庫県兵庫です。もう帰ってください帰ってもな、ないや、兵庫県、もしかして神戸帰る。いや、まあまあ帰ってもあの帰っても警察呼ぶで。おい、俺が警察じゃん。どういうことやねん。すいません、今ね、なんかありました。嫁と姑で揉めてますね。あでその奥さんが神戸出身なんですよ。だから僕はね、ガキが見に行って。残念ながらね、うん、まあ、見え張って神戸言いましたけど、ほんま神戸ちゃいますね。神戸ちゃう尼崎ですね、僕。なんで嘘ついたんですよ。いや、尼崎見え張って、それはそらしゃあない。尼崎なんですか。いや、尼崎、それはそら、それは尼崎の人はそらそや。そらそ神戸言うとか、それはそう尼崎でうわって思われるわ。だって子供育てたくない街ランキング1位やで、ね、あんなとこで子供育てられそれお前なんよ。何の意味なんですか。Here we go.
ください、まず。これを今度社内方針なんで、もう教えようがないそうなの。社内方針でこうなるそうなの。あーヘルギーはいいよ。うわぁ、なんと、あーヘルギーは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 なんでかけんねん。誰かも何があんだっすか。急に海外旅行行ったみたいになってません。なんで食えたんや、ほんで。何ておっしゃってるんですか。いや失礼します、はい、こちらのですね、お子様、まあ、罪を犯すのは当たり前のこと、しかしそれは親が認めてあげることが大事、そうすれば親は正しい道を教えてあげて、子供は間違った道には進まないということです。え、それを今言わはったんですか。そうです、お前あなた勝手に言われてございますの。あ、ヘルギそんなことはないとおっしゃってます。ほんまに今それって言わはったんですか。そうだよ。いや、お前日本喋ってるやんか。普通に喋ってますやんか。うそうだよ、失礼失礼、はい、いや、失敬だったよ。失敬だったよ。ほんまですよ。失礼の失敬も多い。失礼、まあ、私もね、いろいろなんやかんや言ってもね、はい、本当はあの今までここまでこうして私はね、はい、来たんですけど、何で手直